はい、どうも、渦巻く電気店店長、渦です。今回紹介する商品は、カメラやってる人だったら、まあ憧れというか、ちょっと夢のようなカメラなんですけれども、ニコンのプロフェッショナル機、D6 のご紹介をしたいと思います。まあ、見ればわかりますよね。普通じゃないカメラです。プロ専用機と言ってもいいんじゃないでしょうか。一般で趣味で使われる方はなかなかいらっしゃらないと思うんですけれども、報道関係を撮られる方、あとはプロスポーツを撮られるフォトグラファーの方が利用される、まあ、まさしくプロ機ですね。その D6、この動画が公開された時点では発売の方がされたところだと思うんですけれども、発売前にちょっとお貸しいただいていろいろ試してみました。で、今回のこのムーブーチャンネルの方の動画では、この D6 が D5 と何が変わったのかっていうところの話を中心に、ポイントを絞っておしゃべりしていこうと思います。まあ、ただですね、このボディ本体、見て D5、この前のモデルを使ってらっしゃる方は特に感じるかもしれませんけれども、形がほとんど変わってないし、なんか変わったのって思われる方はたくさんいらっしゃると思うんです。その感想は実際合っています。使い方に関してはほぼ変わらないんです、D5 と。だからこその安定した形。ただ中身の方はアップグレードされてる。絶妙な進化具合なんですけども。そこの部分をこの動画ではお話したいんですね。はい。で、まずこちらを語る上ではオートフォーカス、これは外せない項目なんですが、新しい D6 でのオートフォーカスの即距ポイント、フォーカスポイントというのが105点になっています。え？D5 より少なくなってるじゃないか。おっしゃる通りです。D5 は153点のオートフォーカス即距点を持ってたんですね。それより数を少なくしています、 D6 は。ただ進化してるのはその即距点が全てクロスタイプセンサーに変わってます。で、しかも一つ一つのフォーカスポイントの配列もパワーアップしているので、 D6 はオートフォーカスエリアをかなりの高密度でカバーしてくれるんですね。で、その密度というのが D5 に比べて約 1.6 倍というふうにカタログでも紹介されています。さらにそれに合わせてオートフォーカスも新開発のエンジンとなっています。で、高速連射に関しては約14コマ秒という形で、まあ、落ち着いた高速連射をしっかり行ってくれるんですが、特にニコンがこだわっているのはその精度の高さにこだわっているので、私もちょっと 3D トラッキング、娘が走ってる姿や鳥を撮影してみたんですが、その精度の高さというのは実際に体感できました。まあ、そもそも私プロ機って初めて今回使うので余計感動したんですけど、こんなに違うもんだとは思わなくて、ちょっとね、オートフォーカス、そう、トラッキングのね、撮影に関してはちょっとプロ機使っちゃダメだなって、買えない人間がね、ちょっと思いました。それぐらい圧倒的にすごいです。はい。で、あとは細かいところも今回の動画で話していこうと思うんですけれども、オートフォーカスエリアで、今回は細かいところも話していくんですけれども、オートフォーカスのフォーカスポイント、それを広めっていう設定が新しく加わりました。これ D5 にはなかった機能です。まあ、本来フォーカスポイントサイズっていうのはどのカメラにもあるんですけれども、そのサイズをちょっと余裕を持って広めに撮ってくれるんですよ、設定してあるもので。なので動きの速い被写体、スポーツとか鳥とか、まあそういったものなんですけれども、撮影するときにハッと持って構えて取り出すと、ピントがかなりね、精度高く決まってくれます。これもエリアね、私広めで常に今ね、変えて、設定変えて広めにしてるんですけれども、すごい取りやすいです、動いてるものが。で、オートフォーカス開始位置調整という項目も加わってまして、これも面白い機能だなっていうのがあるんですが、まあ先ほど言ったようにオートフォーカスが非常に優秀なんですね、もともと。まあなんですが、自分でオートフォーカスの開始位置っていうのを決めておくと、シチュエーションとしては、スケボーとか BMX、障害物などがあって、その素早い動きで行われるスポーツですね。その時に、稜線が、こういうね、カーブしてる稜線とかがあって、被写体が隠れてしまって出てきて、隠れてしまって出てきて、みたいなシーンがある時に、オートフォーカス開始位置を自分であらかじめ設定しておけば、その位置を優先的に即距してくれて、急な飛び出しをしてくる、被写体に対しても。ピントがガツガツ合います。それも今回の D6 から加わった新しいオートフォーカスの1機能でございます。で、 D5 で人気だったグループエリアオートフォーカスという設定もあるんですけども、あれが今回の D6 は17個も項目が増えまして、多彩なグループエリアを自分で設定することができます。同じスポーツを撮るにしても、野鳥を撮るにしても、報道にしても、いろいろな方の撮影スタイルや撮るパターンというのがあると思いますので、
グループエリアオートフォーカスをその17の項目から選択して自分用にカスタムできるっていうのは非常にプロ機としての利便性を高めていると思います。はい。で D6 カードの方はデュアルスロットタイプ、2枚カードをさせるカメラなんですけれども、よいしょ、はい、こちらですね。こうちょっと豪勢なね、このカバーで隠れているカードなんですけれども、今回はこの2枚のカードに異なるサイズの JPEG 画像をそれぞれ同時記録することができるようになってます。で D5 や D6 を使われる方はお仕事でオリンピックとか、まあ、重要な記者会見とかね、挑まれる方もいらっしゃると思うんですけれども、その時に取られたデータってすぐにそのね、紙面に載せなきゃいけなかったり、確認のために送らなければいけない時があるんですね。プロのフォトグラファーの方たちだと、その時にもちろんローデータでも撮影はできるんですが、ローデータで撮影したものって素早くね、なんかアクション起こせないじゃないですか。結局現像しなきゃいけないからデータを。なので JPEG の大きいサイズとちっちゃいサイズを同時記録することによって、ちっちゃいサイズを素早く確認用だったり、まあ、ちっちゃいウェブサイトに載せる記事だったり、そういった時に使われる写真用としてちっちゃいサイズをすぐに送れる。で、大きめに保存しておいた方は後でトリミング処理などをして紙面に飾る、そういった使い方ができるので、 JPEG の違う画像サイズでの同時記録っていうのはすごくメリットが高いと思います。今回 D6 はJPEG の記録に対してすごく配慮している、そういったモデルに変わっています。まあ、でももちろんさっき言ったようにね、ローデータもしっかり取れるからね、別にJPEG 特化してるってわけじゃないですから。 JPEG をより使いやすくしたのが D6 で、その記録のカードに関しての話もちょっと加えておきたいんですけれども、はい、D6 は XQD カードと CF エクスプレスカード両方を使うことが可能になってます。で、ここにちょっと小さい文字になってしまうんですが、数字の方が出ていて、圧倒的にこの CF エクスプレスカード、この書き込み読み込みスピードが速いっていう形でちょっとね、数字は出ているんですが、ここちょっと大事なとこなんですけれども、現在プロのフォトグラファーの方でもこの XQD カード、CF エクスプレスカード、まあ、どれだけのメリットがあるのか、まだまだね、ちょっとお安いカードではないので、ちょっと悩まれる方がいらっしゃると思うんですが、まあ、これからであれば CF エクスプレスカード、まあ、おすすめしやすいなっていう点も多少ありまして、かといって XQD カードも悪くないっていう話なんですが、まあ、それがなんでかというと、XQD カード、CF エクスプレスカード、両方を差し込んで使ってみた感じなんですが、連続撮影、まあ、ローデータ撮影、様々行って、特に書き込みのスピードで差を感じることは D6 ではないんですね。ないんですよ。カメラ本体では。じゃあどういったところで CF エクスプレスカードのメリットが出てくるのか。現行ね、最強のメモリーカード。パソコンにカードリーダーを使って画像転送するとき、まあ動画のデータもいいと思うんですけれども、大容量のデータを大量に移動するときに、XQD カードより、CF エクスプレスカードの方が圧倒的にスピードは速いです。ちょっと画面で見てほしいんですけれども、こちらデータをまず XQD カードの方に、送ってみます。転送速度これでも速い方なんですけれども、秒間で200から 250MB の転送速度という感じになってます。で、これに対して今度は CF エクスプレスカード、スピードが全く違って500を超える速度で送ることができます、秒間で。さらにこれを逆ですね、はい、読み込むのがまためちゃくちゃ速くて、こちらだと700から800という速度に上がります。圧倒的に速い。まあ、なのでカメラ本体ではそのスピードの体感っていうのはないんですが、パソコンにデータを送る際のね、その時間の短縮化という意味ではすごく効果的なところがありますので、 CF エクスプレスカードはそういったところにメリットがありますというカードに現状はなっております。まあ、あとは操作系とか、ボディの剛性、頑丈さ、耐水性、などといったもの、あとシャッターのね、耐久性、そういったものはもう D5 から信頼度がかなり高いと思いますので、あえてもう D6 で言うこともないと思うんですけれども、作りはまあ紛れもなく最高の品質になっています。まあ、これは見るだけじゃなくて触ったらね、よりわかるんですけど、まあ、とてつもなくいい作りです。あ、そうそうそう、まだねちょっと注意してほしいことがあるんですけども、カタログとかウェブサイトを見ると、 D6 ってバッテリーの持ちが若干ね、枚数的には減ってるんですよ、 D5 より。ただこれちょっと理由がありまして、今回の D6 は GPS など内蔵していたり、機能面的には使用する電力は上がってるんですよ、全体の中身としては。それでいて枚数を
しっかり一眼レフ機として満足ができる枚数に抑えてくれてるのは、まあいいポイントなんですよ。なので、ここちょっとご注意ください。単純にね、バッテリーの持ちが D5 よりちょっと減っちゃったじゃないっていうのがあったら、性能がアップしてのバッテリーの維持ですからね。はい、そういったことで思っていただければと思います。で、最後に、カメラの新しいセキュリティ機能で、ここがすごいいいなって思えたのをお話しときたいんですが、ケンジントンロックというものを、ニコンカメラで初めて採用しました。ちょっと聞き慣れない言葉だなっていう方がいるかもしれないんですが、ノートパソコンには標準的についている機能なんです。ニコンのグリップのこの下側なんですが、ここにですね、ここにちょっとね、見えにくいでしょうか。穴があるんですよ、穴が。これがケンジントンロック機構というもので、ここに盗難防止のアクセサリーがあるんですけども、それをつけることによって、なんかそのスポーツ会場での撮影とか、あとは報道系でカメラを並べて撮影するとき、人数規制などがありますよね、プロのフォトグラファーの方は。まあ一つのメディアで一人だけですよとか、そういう制限がある中、2台、3台のカメラを持っていかなきゃいけないとき、こういうパターンがあるって聞いてるんですけれども、そのときにやっぱり盗難防止の何かワイヤーとかね、そういったものでしっかり固定したり、盗まれないようにしないと、取られちゃうそうなんですよ。で、以前あったオリンピックでの盗難の話などをニコンがいろいろね聞いて、やっぱりこういうケンジントンロック機構とかあった方がいいんじゃないかっていう結果になって、レンズとかではね、あるものあるんですけど、本体としては初めて採用されたということなので、D6 はここも変わったポイントになってます。ちょっとね、見たり触ったりするぐらいだとね、気づかないぐらいのね、ものなんですけど、ちょっと鍵マークがね、ついてて、K っていう、しっかりと安全対策も、強くなってます。はい、といったところで、D6 の話、まだまだね、いろいろと語れることはあるんですけれども、まあ、進化のポイントはこんな感じで一旦締めようと思います。まあやっぱりニコンのね、最高のカメラですから、全カメラのやっぱり頂点頂きにいる一機種として、やはり十分な魅力、そして機能性を備えていると思います。はい、今回の動画のお話で、D6 に、興味をさらに持っていただける方が増えたら、嬉しく思います。で、このチャンネル、ムーブーチャンネルでは D6 の D5 からの進化ポイントっていうところに要点を絞ってお話の方をさせていただいたんですが、私が自由にやってる YouTube チャンネル、自分のチャンネルの方では、この D6 を実際外に持ち出して、娘たちを撮影したり、あとは日光でね、ちょっと一人でお散歩写真みたいなものを一回だけやらせてもらったので、その時の感想なども上げておりますので、D6 さらにちょっとお話聞きたいなっていう方がいらっしゃいましたら、そちらの動画もご覧いただけるとよろしいかなと思います。今回の動画が少しでもカメラファンの方に喜んでいただければ、いいかな、と思いました。はい。では、また次の動画で、バイバイ。でですね、こちらの D6 なんですけれども、このムーブーチャンネルではもう一本動画を用意する予定になってまして、そちらはニコンの開発の方、D6 の開発の方と、お話をしたインタビュー動画というのを撮りましたので、ちょっとコロナ禍の中、リモートでの、撮影だったので、会話形式のものになるんですが、そちらの動画の方もこの後、公開しますので、お楽しみにしておいてください。